個人情報これで基本的なことはほぼ学習しましたさて次はもう少し実用的な事柄を勉強しましょうホテルやレストラン、道やお店やスーパーなどですそれでは申込用紙などに使う私たちの個人的な情報の記入方法を学びましょうとても大切ですねこれらの用紙はまず氏名記入から始まりますそして、な 下の名前そして上の名前通常はどこに宿泊するかの住所を記入する必要がありますね住所デ「ディレクション」「区番地」 Calle Calle Apato bango. Número Número Machi Ciudad Ciudad Yupin Bango. Código Postal Soste Machirón País País

時にはどんな学歴や職業訓練を受けたのかなどの記入も求められます多くの人がこれらの訓練とはかけ離れた職業についていることも多々なのですが職業専門職オクパシオンプロフェシオンもちろん誰でも生年月日ありますよね生年月日フェチャでナシミエント 旅行ででいいろろな国を訪れた場合でも通常は元の出発国を知りたがります、出発国、プロセデンそして当然、目的国も知りたがります。 目目目的国入国目的的国国ス入入も明確にしななないいといけませんねビジネスなののかか観光なのか入国目的旅券番号は暗記しておくべきでしょう。 もしくは最低でも紙に書いてどこか安全な場所に保管しておくべきでしょう。ロケン番号。パサポーテ・ヌメロ。パサポーテ・ヌメロ。飛行機の番号。ヌメロ・デ・ヴヌエロ。デヴ日付はだいたい用紙の最後にあります。日付。フェッチャ。 フチャはい、署名はどの言語でしても大丈夫です。署名フィルマフィルマ